Bonjour. Online falando sobre vaco, ensemble en français, Koshino Adrian です。今日もとっても役に立つフランス語の表現をご紹介します。今日はこれから宝くじを買いに行って大儲けをしたいと思います。当たるといいな。1億円。さて、私は大儲けをしたいですが、フランス語ではちょっと面白い言い方をするのでご紹介します。Je veux faire mon beurre. 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 直訳すると、私は私のバターを作りたいです。バターはとっても栄養があるので、バターを作るは豊かになるという意味で、大儲けをするという意味で使われます。面白い表現ですね。ぜひ使ってみてくださいね。さて、もっとフランス語を勉強したいという方は、ensemble のレッスンでお待ちしています。À bientôt!